か通じない。え、行きました。今日はすごい親切だった。こっちに来て初コピです。マレーシアコピってめちゃくちゃあれだと思う、ポピュラーだと思ったんですが、なんと私コピが通じなくて、どうしてだろう。アイスコーヒーって飲んじゃいました。じゃあどうぞ。これ合ってるよ、合ってるんだけど多分甘いと思う。どうぞどうぞ。でもここのお店の人親切だった、一生懸命聞いてくれた。甘い？美味しい。あとさ、あったかいのをさ氷でやってるから美味しいよね。甘い？はい、あ、じゃあ OK、 コピだった。あ、決まってた方がいい。はい、いいと思う。そうだ、甘さはあるんだけどちょっと控えめで、はい、あ、ココアのような。ここはですね、ちょっと遠くで見えないかな。土鍋でね、じゃあご飯を作っていて、それとこちらの海鮮とんかつが、これはメインなんですね。で、何がおすすめって聞いたらね、この辺りって言われたから、これマテ貝だと思うんだけど、マテ貝の炒め物かなを頼んでみました。楽しみ。炒めご飯すごい時間かかるっていうか急いできました。シンガポールで飲んだけど初です。美味しい。あ、ココアっぽいね。だいぶココアっぽい。濃くてすごい美味しい。でもデザートみたいね。すごいいいわこれ。美味しい。違いありますね。違い？この間飲んだの、シンガポールで飲んだのはこっちのが濃いです。よりコーヒーが濃い。ココアみたいに苦くてね、アイスココアと言ってもいいぐらい美味しい。やばいね、これハマっちゃうね。美味しいね。来ました。これがね、ショーなんだって。で、チキンとネギとタレがね、かかってて混ぜます。すごい。混ぜるとこう黒くなるんだ。こんなんよくね、ここ通ってみんなこのね、黒いご飯食べてる気になってたんですね。ここは土鍋でね、使うから、なんかね、見てると見ちゃうと、2時間待ちとかざららしくて、っていう口コミを見て、もうオープンと同時ぐらいに来ました。そしたらすごい早かった。ものの10分ぐらいで出ました。よかったね。下側にちょっとほら、お酒ができてて。すごい。上によって黒いけど、多分そんなに黒くないと思う。まだね、土鍋が熱いから、ここでお酒ができてくる。そのままだ。
い貝、細長い貝があるんですよ。それを炒めたやつで、おすすめっていうので取りました。今お兄さんがビデオ撮ってるから待ってくれてて、すごいいい人だった。むしろ入ってくださいって感じ。で、ちょっとこれも、これバナナの葉っぱね。これね、微妙ですけど、これちゃんと貝だからね。虫じゃないからね。待ってないで。ちょっと辛いけど、ちょっと食べれる感じ。貝自体は結構硬いんだけど、だしっぽい味がして、味付け美味しいです。で、全体的にこれもやっぱりオイスターソースを多用してる感じだね。これはむしろ甘い。